はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。まあ、緊急で動画を回させていただいております。前日の動画でね、前日が土曜日の動画で、私フィリーズレビューの予想と金庫賞の予想をさせていただきまして、フィリーズレビューの方が、4枠7番の、セシレプラージュにさせていただいて、金庫賞だと6枠9番のノッキングポイントを本命にさせていただきまして、まあ、その動画を、上げたんですけども、で僕ちょっと馬券多分買えないと思いますっていう風に言ってたんですけども、まあ、本当に、土曜日競馬やって、当たれば、いや、買いたかったなと思ってたんですけど、まあ、まあ、ものの見事に外れてしまって、まあ、残りカスがちょっと、はい、あったので、まあ、それだけ、セシリエ・プラージュと、コラソンビートのワイド、買わさせていただきまして、まあ、それがね、まあ、見事、的中させていただきました。まあ、仕事をしてたので、まあ、仕事のね、途中でちょっと見させていただいたんですけども、まあ、ね、3着にね、突っ込んできましたよね。やっぱ、予想、まあ、展開がね、向いたと言いますかね、やっぱ外出したからね、うん、やっぱ外伸び馬場だったっていうのもあったと思うんですけども、まあ、コラソンビートとかに比べたら全然伸び足も良かったし、まあ、この馬もね、やっぱ両欠馬でもありますしね、やっぱこの G2 ぐらいのメンバーであれば、まあね、いい勝負できるんじゃないかなと思っていたのでね、まあそれが見事にはまって、いい結果になってくれたのがすごい良かったです。私もね、まあ久々に馬券を取らさせていただきまして、まあ満足した結果となっております。で、金庫賞の方のね、ノッキングポイントはね、残念なことに、まあ12着なんですけれども、まあ、まあね、ちょっとまあ、休み明けっていうのもやっぱりちょっと響いたのかなっていうのと、やっぱり、4歳レベルがね、やっぱりちょっとレベルが低いのかなっていうのが、ちょっと印象がやっぱ強くなっちゃったかなと思います。ドレッツァーがね、プログノーシスに負けてしまったっていうのもあるので、やっぱり、4歳最強って言われてた馬がやっぱ負けてしまったってことは、やっぱり4歳世代今年レベルがちょっと低いのかなっていうイメージをね、持ってしまったかもしれないですね。G1 戦線これから始まると思うんですけども、やっぱ4歳世代っていうのはちょっとね、評価を下げざるを得ないのかなとは思っております。はい、まあそんな感じでね、まあ緊急ですけどもね、ちょっと動画出させていただいて、まあ、まあ、昨日ね、見てくださった方はね、ほんの少しでもいいからね、まあ、馬券の参考になったのかなと思います。またね、来週も、スプリングステークス阪神大賞典ありますのでね、皆さんの馬券の参考になるような馬をね、しっかり、厳選して、探したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、今回最後までご視聴の方ありがとうございました。まあ、緊急でちょっと回させていただいて、今車の中なんですけども、この後ね、何時になるかわかんないですけど、ちょっと編集して、動画上げたいと思います。それではですね、次回の動画でまたお会いしましょう。そして、今日当てた皆様おめでとうございます。また来週も、外れた方がね、頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。